宝蔵院に槍術を極め、十兵衛に勝負を挑む宝蔵院胤俊。しかし柳生家を訪れるも、すでに十兵衛は江戸を立ち留守であった。柳生へと向かう胤俊に天草四郎とクララの魔の手が忍び寄る。何者？聞け胤俊、魔物になれば槍の奥義に達するとしたら。槍のためならどんなことでもしよう。だがお主の話まこととは思えん。試してみよ、戒律を破る。この胸をつけ。無益な殺生はせぬ。答えよ胤俊、槍と戒律どちらを選ぶか。のけがわしを惑わすか。
Right.